はい、酒好きな新潟人の石戸です。今回は、アサヒビールの新発売、アサヒザ・ドリーム、究極のコクとキレ、糖質 50% オフ生ビールです。アルコール度数 5%、 これはちょっとあれですね、期待できる、原材料が麦芽とホップとスターチですね。はい。糖質 50% オフか。まあ、こちらはね、近所の、ローソンで、ポンタポイントで交換してもらいました。まあ、でも、朝日の、ね、スーパードライに、まあ、原材料が似てるんで、アサヒのスーパードライは麦芽とホップとコーメとコーンとスターチだったっけ。ね、麦芽 100% ビールじゃないんですよ。なんで、これはちょっと期待できる。じゃ、乾杯。ああ。スーパードライに結構近い。うん。近いんだけど。近いな。近いっていうか、ほとんどに一緒だな。キレが、スーパードライよか、キレがあるっていうか。スーパードライに比べて、コクがなくて、キレがいいっていうか、すっきりしたスーパードライみたいな感じかな。非常に味としてはスーパードライに似てるだけど、なんかね、別に苦味もとかのあれも一緒なんだよね。スーパードライと同じぐらい。だからこう、なんか正直言うと、スーパードライのこう口に残る感じとか味のあれが、まあ、キレです。キレが良くなった。すっきりスーパードライみたいな。そうですね。すっきりスーパードライみたいな。アサヒドリーム。あれ？なんかまた、アサヒ新しいの出す？みたいな。ドライプレミアムの芳醇。芳醇か。4月12日新発売だって。まあ、これはいいわ。究極のコクキレ。
麦芽比率を通常より 1.2 倍に高め、コク感の高い味を実現。高度な発酵管理技術により、発酵極限まで高め、爽快な切れ味を再現、実現。コク感の高い味。個人的に言うと、コクとキレって矛盾するはずなんですけど、コクが高くてキレが高いって矛盾してるんだよな。だからここに書いてあるけど、なんかコクが高いって書いてあるけど、いや、コクはないでしょ、これ。全然コクないですよ。全然あれ。コクないな。だから、アサヒスーパードライのコクなくなったバージョンみたいな感じ。だから簡単に言うと、まあ言っちゃえば劣化ですね。まあ、うん、まあ、言っちゃうと劣化。なんか、すっげえさっぱりしたスーパードライみたいな。正直言うと微妙。微妙ってこともないんだけど、いや、まずくはないし、まあって感じだけど、まあでもスーパードライの方うまいなっていう感じだよね。正直やっぱスーパードライの方がうめえなってなってきちゃうんですよ。ちなみにスーパードライが麦芽とホップと米とコーンとスターチ、こっちは麦芽とホップとスターチ、米とコーンが入ってないんだね。だからやっぱスーパードライのうまいよね。てかね、ぶっちゃけね、ビールに至ってはね、俺が言うと、糖質っていうのは結構ビールにおいて重要なんで、あった方が個人的に好きなんです。でも、ないとないで、さっぱりするんで、夏には向けなんだよね。夏向けではあるんだよ。ただね、普通にね、夏向けっていうこともないんだけど、まあ、なんつうかな。なんか食ってる時向けみたいな感じはある、ね、なんか脂っこいもの食いながらっていうのではわかるんだけど、俺基本的にビールは俺の中だと飲み物じゃなくて食べ物だから、もうビール腹いっぱいなんだよね。ビールは飲み物じゃないんだよ、個人的に。食べ物なんだよ。だから、すぐお腹いっぱいになっちゃうから、つまみは食べない。うん、絶対。絶対食べないんですよ。まあでも、
微妙だな、これな。正直言うと微妙ですよ。やっぱスーパードライも偉大ですよ、やっぱり。やっぱね、スーパードライが偉大すぎるね。スーパードライっすよ。やっぱり。まあでもあれだよね、スーパードライもそうだけど、個人的にあの熟成がうまいよね。アサヒスーパードライで、アサヒでビールで一番うめえなって思うのは、多分普通の生ビールだとはこの熟成だよね。アサヒプレミアム熟成、これ最近ほら缶で売られるようになったでしょ。あれ飲んだときうまかったな、やっぱね。これうまい。プレミアム熟成。これはあの、確か俺5つ星つけた気がするんだけど。うまいよね。プレミアム熟成。ドライプレミアムなんかより数倍うまいと思いますよ、俺は。あと外国のバスペールエールとか。かな。バスペールエールもうまいよね。あ、もう腹いっぱいになってきたもんだって。500ml 飲むと。もう腹いっぱいになってきたもんね。なんだこれ。ビールは本当に。すげえあれだ。腹いっぱいになる。ものすごく。だあ腹いっぱいになってきた。マジでこれ。うひ。
もう腹いっぱいだ。きつ。きつ。ビール来るな。なんでこんな腹に来るんだろう、ビールって。コクはあんまないな。コクほとんどない。甘みもほとんどない。香りはまあ普通で、まあ解度としてはあんまり。2233です。ご視聴ありがとうございました。